サート・ベシンバエビッチ・トクパクバイフは、カザフスタン共和国の政治家、軍人、チェキスト。大将。議会大議員。過去、国家保安委員会議長、国防省を歴任。アルマータ州、イリースキー地区出身。1963年、カザフ国立大学を卒業し、アルマータ州検察庁の取調べ官として働く。 1963年から1964年、ソ連国家保安委員会高等学校の長考生。1964年から1991年、ソ連 KGB と、カザフソビエト社会主義共和国 KGB で働き、作戦係、専任作戦係、副班長、班長、副課長、課長、課長副局長を歴任する。1969年、 KGB 第一総局のラインで、二等書記官として、中中大使館に勤務。1971年、ソ連外務省高等外交学校を卒業。2001年12月から、大統領顧問。2002年4月、大統領付属汚職対策、職務倫理遵守委員会議長。その後、ユーラシアやインターナショナル社の代表取締役。 2007年8月から、議会マジリス大議員、安全保障委員会委員。3党、バルイス勲章、ダンク勲章、ソ連のメダル6個、ロシアの武勲に対するメダルを受賞一男一女と二人の孫を有する。中国語と英語を話す。ありがとうございます。